福岡市総合図書館は、福岡市沢楽にある私立図書館である。図書、映像、文章を三つの柱とし、新しい形の公立図書館を目指している。福岡市総合図書館、全景1976年5月30日に、博多不島に開館した福岡市民図書館が、民間の娯楽施設、博多パラダイスの建物を改装したもので、構造面の不備。 書庫容量の不足、老朽化が進んできたことから新図書館を建設することとなり、1996年6月29日に福岡市総合図書館が開館した。福岡市総合図書館の館内業務は図書館流通センターに委託されている。2016年4月1日より施設の管理に指定管理者制度が導入され、東洋ビル管理株式会社を代表者として、 他に西鉄ビルマネージメント株式会社、九州メンテナンス株式会社からなる、よかたい図書館共同事業体が、指定管理者となっている。また、文館の福岡市東図書館について、移転に伴い2016年6月4日より、指定管理者制度が導入され、株式会社木の国や書店を代表者として、他に株式会社日比谷花団からなる、 東図書館管理運営共同企業体が指定管理者として管理運営に当たっている。さらに2021年に開館した福岡市、沢良南図書館でも指定管理者制度が導入されており、図書館流通センターが指定管理者として管理運営に当たっている。アジアのフィルムセンターを目指し、アジア各国の収作映画、アジア各国の貴重なフィルムの収集。 保存に重きを置く。館内併設のホールシネラでは、これらを定期的に上映している。ありがとうございます。